ずっと一人ぼっちだった彼女の前に現れた4人のバスケ男子。あなたたちみたいなチャラい人たち苦手なの。チャラくはないな、みんなマジでバスケやってるから。あんな真剣な顔初めて見た。美月、一緒にやろう。絶対全国行くぞ。やっと俺ら4人で戦えんだから。久しぶり美月。あやちゃん、インターハイ優勝の常連校、北条高校のエース神山綾。ただの幼馴染です。打倒神山綾だな。負けたんだろ。悔しくねえのか。悔しくねえわけねえだろ。全部俺のせいだよ。やめろよ。こんな言い合いするためにバスケやってんじゃねえだろ。待ってて、絶対強くなるから。私も大事なもの見つけたい。バスケは朝倉君にとって大事なものなんだね。バスケだけじゃなくて、そこで出会ったあいつらもかな。仲間っていいよね。美月も仲間だよ。また明日ね。俺も美月に救われてたから。大事なものなんて見つからないと思ってた。俺と勝負しませんか。行くぞ、やるよ。春夏僕ら。